はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンファンタジー2、アルゴパッチ続けやっていきたいと思います。前回ね、エデンって場所まで行ったんですよ。それで、道具屋に行ったら、コロシアムには、実はもっと上のランクがあるみたいなね。オーナーが隠し持ってるみたいなこと言って、6ページ目追加されて、ガーランドが出てきて、チリジラデン飾り剣を取ったので、メルビンに装備させましたというとこまでやりましたね。ということで、メルビンの故郷のエデンらしいんですよ。だから神様がいるって言ってたよね。だそこを先行くのか、まあせっかくだ、まあこれキャンセルできるな、多分。あ、できるね。前キャンセルできなかったよね。だからここに追加されてさ、暫定権がこれになったの。だから、やるとしたら、今、セイニャがいるじゃん。だからニルバーナーとかここら辺ちょっと変えてから行ってもいいかなとは思うんだけど、とりあえずイベントをやってみよう。一個一個やっていく。もったいない。ね、ここ行ってないのに。とりあえずメルビン連れて行ったら何かあるでしょ。ああ、なるほどね。勇者たちよ、よくぞ来た。わしがこのエデンの神様じゃ。だからあそこで6ページ目追加されるってことは、それ装備して全部やってから行きなさいって感じなんかもしんないよね。すでにしておるかもしれんが、まさに今この世界に危機が迫っており。創造神マテサゴーラが、マテサゴーラが強いんか、偽りの世界を作り上げ、この世を上書きしようと企んでおる。勇者たちよ、どうか旅の扉よりあやつの世界に向かい、マデサゴーラを倒してくれ。世界の消滅は何としても避けねばならぬ。それと、ちょっと待って、戦ってみるかな。旅の扉より、あ、これ旅の扉行けんだ。だからそこ先行く前に、装備品全部埋めたいよね。あ、わしと戦ってみるかね、だよね。先にまずそれは。それ倒せなかったらきつい。どこ行くのこれ。ちょっと一回だけ戦闘してみる。これ結局なんだ。火属性大ダメージ。火が出てくる。フレアだから関係ないか。あー、なるほどね。そんなんすか、ね、あー、まあ、フレアだもんね。フレアって、あれ、火属性じゃないよね。ファイヤー。ギガースとかじゃなかったから。そうだ、水とか氷やってんの。強っ。敵も強っ。超ラッキーなんですけど神様だね、今回。神様倒せっかな。倒せなかったらちょっとね、コロシアムの敵一体ぐらいなんとかしよう。次回ちょっとそこら辺やりたいから。これ装備してたおかげだよな、多分な。危ねえ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 。エデンでエデンにやらかすとこだったよ。やばいね。行く方にダメだな。神様。やばいんじゃないか？ちょっと待って、ね、消費 MP 半減。MP 半減の遭遇様さで2回使えんだけど、ありだな。だったら決まりじゃなくていいけど、HP 高いからね。ってなってくると、セイニャがちょっと HP 少ないよね。やっぱな、そうだよな。オーナーが隠し持っているらしいって人、話変わんないかな。6ページ目追加されたから。やはり持っていたか。よし、じゃあ、そいつの対策のためにこれをやろうとか、そんな都合いい話ないよね。腐った死体みたいなやつが言ってたけど、とりあえず神様、戦ってみるかねって言ってるから戦ってみようよ。あー、まあ、これね、とんでもなく強い魔物に従えてるらしいと、これを聞かないと、ダメだよね。あ、全滅した時にお金半分なのか、これ。はい。最初は手加減してやるでの。安心してかかってくるわよ。これ多分闇弱点だよ。引き出す。だから自分早くすればさ、全員にすぐかけるんでしょ。あれ、いいでしょ、これで。メルビン早いね。
MGM マグマ、ここか、ここだね、回復で、青魔法のマイティーガード、まあ連続魔かかってるけどしょうがない。2回見なくちゃいけないよね、それはだよね。魔法ダメージを半減。輸血カードを使ってくるか。物理ダメージで半減。1000円やばいよなこれ。あ、やばい、継続性だこれ。回復する。あー、ビッグマンの方。いや違う、シャドウフレアだ。失敗した。何だ、ハンデだ、ハンデ。あっちも本気出してねえんだ、こっちも本気出してねえから全然。じゃあなんでこんだけバフかけてんだよって話で、ね、いやでも本気出してないよ、だってパーティーだって全然編成してないもん。これ戦う、これ戦うんだったら違うキャラ入れてくるもん、こんな方やったらね。ドラゴン系、魔法ダメージ判定、悪魔系、何系なの、小型だもん。相手からしたらさ、あのちょっとだけ本気を出してやろうってこういうことだよね。よっ、さっきのグランドネビラあれなんだ、帳消しだよ。あ、これだよ。青馬さんとかだったら結構容易だと思う。いや、メルビンの方が強い。メルビン神様超えたんじゃないかな。もう回復できないで、ちょっといろいろやりたいとこなんだけど、これは元に戻しとかないと後で大変なことになる。あ、山彦さんでよかったまあいいや、どっちもいっぱいあるから。いい、消費 MP 半減のソウルオブサマサ連続マキー、通常の消費で2回打てるから、もう物は使いようだから。だって本気出してないんでしょ。なんかいかにもなんか装備品の説明してると本気出してる感が出るんだけど、そうでもねえんだ別に。本気出してきたじゃんよ、本気でいくぞ。闇向こうになるのか、闇だ、闇だけなくなった。あ、そうで、生属性はあれ吸収だろうね。ああ、高さ的に、まあメルビンの戦いにしよっか。スピア、いえ、あおう、スピア大丈夫か。ってことは、これ飛び込んで起こさないとまずいですね。多分、イケツカーでやってくるよ。あ、そうか。1800大したことないじゃん。何属性なくなったら無属性だ。無属性吸収はしないし、大体2000だろこれで。一発逆ディレイ。あ、なんでメルビンディレイかかんなかったの。ああ、1000やいいね。ちょっと本気状態になっちゃったな。エンゼルライヤーないよ。あー、バカ。うわ、マジか、そんなのあんの。しょうがないか。なんであそこで超必殺技が生属性、でも生属性吸収するの分かった。本気出したところ、こうやって属性は。だからあの巨人のこと思ったらディレイ無効になったんだよね。3000に戻ったね。だけどこれは新婚の関係だな。そうか、そういや、よいしょ。ディレイ食ったね。一発ギャグ、あ、いいよ。
これ先分削るんでしょ。神よ、本気本気、こっちも本気出さねばなるまい。どうしようかな。一発は倒せないから、とりあえず回復専念した方がいい。ああまあいいや、まあマックスまでは回復せんですけど、メルビンはまずい。セラフィーのローブ、セラフィー装備だろ。いや、参った参った。お主らにならば、この世界の行く末を任されるというもんじゃな。勇者たちをどうか、旅の扉より操る世界に向かい、マテサゴラを倒してくれ。世界の消滅は避けねばならない。また戦えんのかな。でも、セラフィーのローブって多分ここもできるよ。なるほどね。グレンが丸、二重丸の方がいいのかな。雷と風だから、だから自己デインとか防げるよね。よし、英雄の見どころは十分見せたね。メルビン強えな。だってヘイストとかってこれあんだよ。あれ引き出すでさ、ヘイストとさ、引き出すしか書いてないからさ、戦闘出してみないと分かんないじゃん、あんな隠し要素さ。え、強えな。待って、セイニャも強いな。どうしようかな。あ、もう戦えないんだ。まあいいや。はい。ということで、今回これ終わりたいと思います。一個一個やるって言ったじゃん。もったいないもんだって。ね。先進むのもいいけど、自分ちょっと欲張りすぎるから、一個一個出していきますね。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、X のフォローなどしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。